デカ盛り師チャンネル。こんにちは。こんにちは。ストライカー対決です。ありがとうございます。いやもうこれ俺買ったら10番もらうね。一緒に組まさせてもらいます。いやほんまにそうほんまやりたかったね、はい、でも今回ちょっとガチで、はい、ストライカー対決でやっていきましょう。やっていきましょう。最初背負って3本、はい、俺が守備入って田上も守備入る、はい、で次は45度3本デルピエロゾーン、デルピエロゾーンね。で次は折り返してワンタッチシュート。これ意外と難しいんですよ。難しいからね。で最後やっぱ聞いて、はい、大事だな。これの12本か。12本ですね。お願いします。お願いします。じゃあお願いします。じゃあどっち行きたい。最初順番どれですか。背負いデルピエロマイナスマイナス PK。 高校がいいです。高校がいい。おここでなんで。いや先行いきますよ。先行いきます。じゃあ先行で3本連続。3本連続しますか。そうっけ。3本連続で。じゃあいきます。はい。テッカチャンネル。いや強い。ガチでえぐい。これ落としてね。そうそういうこと。あまあ練習。いや練習やってくれ。もうガチで強い。じゃあ1本目今のはミスった。いやいやいやよし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 。うまいうまいうまい。やばい。アイズ感がもうマジでやばい。いやうまい。でこれも俺全部似合ったじゃん。あの時ターンした時にターンした時にこう持ってるのにクロスしちゃったら。そうだから俺こっち打って。なるほど。あのさ昔あの岩田にジェイボスロイ言って。あいつはもう絶対に癒やしたってなる。そうそうそう。コンサにいた。そうそうそう。あのイングランドの。そうそうアーセナルとかやって。ちゃうと思った。あれちゃうよね。一緒にやってて。そう。ちゃうと思った。コンサの代表にやってた。そう。アーセナルやばかったです。やばかった。まあ、対決だけどちょっと教えつつ。いやこれマジでちょっとマジでやばいで。むっちゃ強いで。やばい。トリックですか。いいよ。強いわ。キープされるやろ。てかボールが見えんねん。じゃあさこれからさ判定されへんけどもここで収められたらめっちゃきつない。やばいやろ。強いってかなんか長いじゃん。そうあれさこれさっきターンで見たけどこうやってやったら負けるんよ。こうやってやったら抑えれるんよ。しかも手をこうやってやるときにコンボ出てるでしょ。いや、もたれた、俺もたれた。ああ、はい、今、そうそうそう。こう、俺も押し返そうとするから、そこでもう。そう、こうやって行こうとしても、上からそう。押さえとる、こう。こう取る、そう。で、右に。そう。はあ。もっと乗ってもいいよ。ここの感覚が、ここの感覚が、こう、遠かったら、やっぱ負けちゃうから、こう乗っちゃってもいい。こういうふうに。ああ。そう。で、もうこうしても。だから、使ったりとか。これでもバリギリかなってる。体験して分かった。いかれへん。いやマジやばいでしょ。これもスクールでやっぱ手使えへんみたいな。触覚やみたいな。お胸でも背負っちゃってここでファウルしちゃう。前線でなんかこっちがファウルしちゃう。これで解決しちゃうの。解決しながらもやこうだよ。これでも結構有料やぞマジで。いやいやいやそう。なんなお前終わりました。サモン終わった。2-1。で次じゃあ逆にここからプラウェイしてもらってるとか。全然。じゃあそうしようか。ここからこういう風にもらってシンプルですね。シンプル一本ずついく。はい。あっ最後。うわー晴れた。もう一回貸してくれ。いやもう一回。いいよ行こう行こう。ゴンさんが言ってないけどこうクロスステップしようって言ってた。今こうやってやったら前のボールが行けなくなるから、なんかこういうふうにクロスステップして前にか。そう、はい、そうそうそう。ああボール。こうやっていったらこういっちゃうから、こういった時にこっちいったらこうなっちゃってこっち向きになっちゃうから。いやでもこういった時に右足でもこう持っていけるし。
かやっぱ引き込めって言ってた。なるほど、なかなかないけどね。でも大阪とかやっぱうまい、めっちゃうまい。細かいけど、はい、おいしい、いいね。うわー、もう入った。お前向いたら勝ちやからな。あら、好き。いやラスト帰ってきたのに。いや、帰ってきたラスト帰ってきたのに。そうそう、うわ、タイミングいい。マジうまい。ナイスタッチ。うわぁ、最高。そうそう、そう、うわぁ。でも、ほんまそれが正解やからね。いやー、怖い。もう打たれへん。いやー、コースエグい今。気持ちいい。さ、ナイス。いいよいいよ。わー、うわー、大丈夫。ナイス。そう。うまい。ああ、ナイスキーパー。それ持っていけんのよね、パンパンって。折り返していく。マイナス。マイナス。マイナス。マジ意外とむずいからな。一本ずついこうか。一本ずついきましょう。同点ぐらいの気もするんだけど。いやいやいや。本当に。あ、すごい跳ね方でした。うまっ。いいねぇ。あっ、やった。いやぁ。うまい。よーし、ステップいいね。常に準備してるもん。いや、マジでツートップしたかったわ。俺ずっと言ってたもんね。ラスト PK、 最後 PK いきます。ワールドユースね、なってたお父さん。すいませんでした。すいません。すいませんでした。最悪や。自信持って蹴ったね、でもね。終わった。うまい。うまーい。よし、終わった、俺。はい、はい。デカ盛りしチャンネル。いや、何も言うことないわ、マジで。ありますよ、ほんまに。いや、ストライカーとしてほんまに、でも持ってるもんはもう素晴らしいと思うし、めっちゃ勉強になるし。いや、こっちょぜですよ。いやいやいや、いや、マジで背負ってるやつがもうグイってやっぱ俺いけないから、スピード遅いし、まあ、フィジカルしかないけど、それでもちょっと力と力でやっぱ勝てないし。いや、でも俺改めて引退して思いましたけど、そりゃプロ活躍できひんわって思いましたもん。そんなことないよ。あの抑えるのがベースって考えると、ちょっとやっぱりその J の上でやってた人はやっぱりもう次元が違う。いやいや、紙一重ではなかったって。いやいやいや、めっちゃ感じました。結構マジで。いや、でも後悔しかないよ、ほんまに。だからやっぱ田中君のやってるビジネスやってるし、ちょっとでもプラスになったらいいなと思って。あの、やっぱクロスステップやっぱ深いじゃん。深いっすよ、ね、ああいうのもやっぱ細かいんですけど深いんすよ、ね、今日もなんか朝6時からゴート戦見てた。見て、いや、見た、ほんまに見た。ほんまに見た。13分14分のクロスの入り方もやっぱ、あ、もうちょこういったらよかったなとか。でもまあ全然全然やっぱちゃんと見てる。うん、今日朝からすげー。でもやっぱそれほんまに、ほんまにほんまに、うわ、ほんまに見てた。ほんまにマジですやん、マジな。いや、ほんまに指導者や。内藤さんのよりはやっぱストライカー目線でやってみてこうかな。確かに確かに。いや、でもほんまツートップしたかったね。いや、まだあるしたかったってあんの過去形みたいに言うてますけど。いやいやいや、でもこういうのどん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 出していきたいよね。いや、そうです ねほんまに。やっぱ点決めるのってやっぱ楽しいしね。はい、ほんまこれまあ第1回目やけど、対決好きやったけど、めちゃめちゃなかった。対決じゃないなかった、ね、感じの方が俺は結構ほんまに俺はやっててめっちゃダメになりました。ほんまに俺はなんかあの言ってくれればなんかちょっとでも足しになればいいかなと思うんで、
まあ、俺はほんまちょっとした外しとかズドンっていけないからやっぱ同サイドに行くこういう動きだったのがうまいからやっぱそれに俺はなかったからやっぱ待ってたし、まあ、一緒になったら俺中で待ってたとかそうですね、うん、そうやね多分僕が走るそうやね俺もずっともうここにおったり真ん中でちょっと立てて後ろから放り込んでくれるそうそうそうもうしげちゃんが落としてで無理やったら翔平君がセカンドに そうやねポンポンっていって決まったねお願いします。まあでもほんまちょっとこれからじゃあほんまにお願いします。これからも、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。